さあ、えー、お楽しみの時間でございます皆様、えー、列車戦隊特急じゃあガングレビューのお時間でございますね、えー、持ってまいりました、はいえー、出た出たてほやほやっていうのちょっと違うかはいあのー、ね、えー、いろんなパターンのねおもちゃ出されてるんですけど、えー、だいたいそのスーパー戦隊シリーズ最初に出てくるのはですねやっぱり、えー、ロボ それからチェンジャー、いわゆる変身装置ですね。えー、このあたりをも、ね、持ってきてますんで、えー、今日はですは、ね、ご紹介しますのは、えー、デラックス、えー、特急王と、そして、えー、特急チェンジャーのセットのものでございます。残念ながら、ちょっと箱はね持ってきて、持ってこれないんで、えー、現物だけ持ってきたんですけど、ちょっと今、カメラの前でちょっとね、えー、ご紹介したいと思います。まずね、あのー、特急王をですねまず出さなきゃだめだなと。 で、えー、今回の私のですね、チャレンジというのはですね、特急を、えー、前回の恐竜じゃのようにですね、音が出ればね、最高なんですけどね、ロボからは音が出ないんですよ。でもロボはすごくね、チェンジャーと関係があるんで出さないわけにはいかないんです。ですからちょっとね。 音の出なななないいいいデモンンストレーションをやらなきゃいけない辛いなおいで今手に持ってるのがですね、えー、特急列車なんですけど、えー、やっぱスーパーセンターですので5人いますだからということは、えー、5両の実際には5両じゃないんですけどまあ5つのです、ね、列車が、えー、登場してまいります。 で、えー、特急ね、えー、特急1号から始まりまして特急5号まで続くんですけど、えー、これらがですね一帯一帯が、えー、ちゃんとこうつなが一両一両編成がですねちゃんとこうつながって長さ的にはですねなんと1.2メートルすごいですよね、えー、1.2メートルの長さの、えーまあ、列車。 まあお,、まあ、お,おもちゃですけどね、えー、の長さになってしまうということで結構ねあのプレイバリューっていうのあのー、買っていただくとその遊びの幅としては,あは遊びの幅っていうのはね結構あるような感じがします、ね、ですねでもちろんその,のロボットに変形できるわけなんですが何といっても最大の特徴というのは今回その列車の。 まあその1両、最初に出てくるその第1両目、特急列車あの列車1号だったらですねまあ赤なんですけど、機関車部分、一番先頭列車をですね外しますと、これがなんと音をですねえチェンジャーから出すための鍵になるんですね。でえ今日はちょっとねチェンジャーを持ってきてますんで、ちょっとご紹介していきたいと思います。 まず特急1号でございます。これは SL をモデルにしましたね、赤でございますね、はいで。特急2号、3号、ね、グリーンとブルーとこうつなげていくわけなんです、すそしてボディーが完成するわけなんですね。でちょっとこうやってみたいなと思いますね。あの今、真ん中に、ね、ちょうど、ねまあ、列車が全部合体しますんで、えー、なんてんていうですかね非常にシンプルな。あの <laughs> ある意味シンプルな、えー、ロボでございます。はい、で、えー、ちょっとこうね体をですねガタガタッとこうくっつけてるところでございますね、えー、レッド列車、ね、赤を中心にしながら、えー、グリーンと、ねえー、それからブルーの車両を横にそのままくっつけします、えー、テレビでご覧になった方はね多分覚えてらっしゃると思いますけどみんなねその車両がずっとこう平行上に並んでいってだんだんあ、ね、近づいていって合体していくシーンがございます。 でえー、この状態でロボットができておりますので、それを、えー、今度あ、ねあの、さらに黄色、ねえー、イエロー列車とつな、ねえー、げてまいりますで。イエローとピンクの部分は、これだけはです、ね、両腕にあの変身できるようで、えー、ちゃんとこう、ね、接続するためのです、ね、車両のジョイントっていうんですかね、連結装置か。 連結装置ですね、えー。これがあります。で横に出てきますのでこれをですね、えー、それぞれのまあロボのですね、あのブルーの連結よいしょ、グリーンの連結の方にこうつないでいきます。で今ちょっと手に持っているのがちょうどそのなんていうんですかね、とてもロボットには見えないんですよね。単に列車が横に並んで止まってますっていうような状態でございます。はい。 で、これを、えー、いよいよ形を変形させていくわけですけどまあ、皆さんご存知の通りそり非常にシンプルな形ですのでシンプルなロボができますまずはレッド列車中心にあるレッド列車を真ん中に半分折ります、はい、で、胸に広げていくわけなんですがで今度ね、一番先頭にあるその赤の、ねえー、機関車の部分ですね、で頭の部分をこう、まあ、折り上げますとちょうどそのロボットの胸の辺りになりますね。はい、そして、えー、今度その,あの頭の部分ですね はいで頭の部分ちょっと折り下げまして、えー、そのレッド列車の頭あのなんか車両の中に、ですねあのちょうどこう、頭の、ロボットのですね頭が隠れております。でそれをこう掘り起こすといったおかしいですけど、こうね車両から引き出して、えー、折り曲げて、ロボットの頭の位置に持っていきますと、こういう状態です。そして今度は、あの足の方ですね、ちょっとこうね目先を変えまして、足の方です。 えー、いわゆるあのブルー列車、それからグリーン列車の方がですが、ねえー、足のつま先を持ってますのでそれぞれ曲げます、こうカチャカチャっとこう曲げますといわゆるロボットの足になっちゃうわけですね。で、えー、この車両に関して、ね、緑,あ緑とグあのブルーに関してはです、ね、ちょっとこうあの股が広がるように若干股が広がるように、えー、できておりますのでちょっと広げます、そうすることで、まあまあ、倒立というか立つことができますね。 であと、ですね、えー、それぞれの腕でございますね。えー、ピンクの方も腕を手の部分をこうカチャッと回しますと、ロボットがこ手がねちょうど前を向くという感じです。で、えー、まだまだね車両変形していきます。グリーンのところを下ろしまして、えー、肩をくる頭を、ねえー、ちょっと回しましてです、ね、前方に向けます。はい、でちょうどこの胸のあたりっていうのは、ですねレッド列車が中心で、えー、右側にブルー、左側にグリーンと。 いうのののががこの、ね、あの列車の頭なりますちょうど胸にありますね。はい、でこんな感じで大体いいロボットの形が完成してまいりましたが肝心なのはで顔でございますあの。これ海外のお客さんにもです、ね、よく言われるんですけどやっぱりねロボットの命の部分ってどこだと思います顔なんですよ。今回のロボットの顔非常にですねいいですね。であの顔、まあ、もちろんハンサムなんですけど登場の,の仕方がやっぱさすが電車ですね。 ええあのー、僕、最初何気なく、ね、顔を開いちゃったんですけど顔を今、ねあのー、閉じた状態なんですよ。で、電車ですので扉なんですよね。<laughs> 扉を開けると顔がこんにちはっていうふうにこう出てくるような仕掛けになってるんですよ。すごくないですか、僕これこれ見てねあすごい、本当にドアになってるって思ってちょっと感動しましたよ。こだわりますねねバンダイさん、ね はい、でこの顔を開けてみますねはいはい、えー、ドアが開きますお気をつけくださいませんはい開きましたですよはいで顔を開きますとロボの顔がね登場ということでもうあのだいたいこのねロボットのメガゾートのね顔っていうのはまあ見慣れた顔ではあるんですよ <laughs> その代々引き継がれたような顔でございました、基本的にはあの顔顔下半分がシルバーでね えー、目もね黄色でみたいな、まあ,あのこんな顔だよね、ただアレンジがね非常に面白いんで、今回は列車テーマでございますから、扉の中から顔が登場ということでいいんじゃないかと思います。で、えー、これであのー、ねロボ完成でございますね、特急王とごいいます。で、えー、特急王はですねまあ、残念ながら音は出ません、はい、ただあの組み合わせの妙というかね、ね面白さ。 今までの例え,ば例えば昨年の、ね、恐竜ジャーだったら、えー、恐竜王は出たんですけど非常に、ね、複雑と言ってもいいと思います複雑な組み立て方でございましたが今年は、ね、非常にシンプルボディもですも、ね、非常にスリムですのでなんて言ったって列車が、ね、5, 体5両ガッチャンとくっついた形でロボですからもうだいたいイメージ的にはその,通りそのまんまなんですよねで、えー、これが登場した時この写真がねあの特急号の写真がそのまあ 次の戦隊これだよ特急王らしいよって言ってたらみんながねこの絵見てね嘘 <laughs> みんなみんなすごく静かになっちゃったんですよで気持ちは分かりますねというのはあのすごいこうモリモリ感のボリュームのある恐竜ジャーの恐竜王とか見てたんでいきなりね車両ですからね1本2本3本4本5本って数えれちゃうんですからもうこの形見た時にあみんなね終わった だって、こう、ものすごいおもちゃの売る、私としてはですよ。ものすごい不安で、うわ、来年ちょっと家族食べていけないとかってちょっと思いましたですね。頼みましたよ、バンダイさん。本 <laughs> 当ね、大丈夫か <laughs> って思ったけど、第1回のその番組でね、この間放送があったんですけど、いや、いいわ。何この、そのワクワク感というかね。えー、別に僕はあの鉄オタでも何でもないんですよ。別にね。 でもね、あの非常にそうやっぱ子供たちにとっては列車っていうのは、やっぱりね、あのー、こうかっこいい存在であるっていうのは、なんとなく気持ち的には分かりますよね、うん、それが合体して、ね、変身する、今までにもね、あのスーパー戦隊シリーズ系ではやっぱりあったんです、その列車が合体してできたものっていうのはね。ただ、ここまでに、単純 <laughs> という、シンプルでいこうね、シンプルなものというのはなかったと思うな。 はい、でそれだけに非常にあのインパクトもあったし大事だねあのインパクトっていうのはとても大事なこと良くも悪くもねえ何これっていうのがあって初めてみんながねあの衝撃を受けるんですよでその衝撃っていうのはね世界中に拡散するんですよでもちろんその後ねみんながねああだこうだって言いますよああこれで終わったなとかねもうだめだなとかねもういつもそう毎年同じ昨年ね恐竜者が出た時もね みんんな言ってたもん覚えてますもんあもうこれでダメだって <laughs> なんででもね終わってみたらですねそのバンダイさんの,、ね、あの過去最高の売り上げですよ恐竜じゃすごいですよねでそれだけにあ恐竜じゃが終わっちゃうとそのあさよなら恐竜じゃってね,ねもうなんかさらば永遠の友よみたいな映画じゃないけど。 ね、うちのディレクターの1人の方もですね <laughs> 恐竜じゃ終わっちゃってそのすごく気持ちがしぼんでしまった方もいらっしゃるみたいで被害者ねまあ好きになるとそこまでになるんだなと思いましたけど、えー、まあ大丈夫ね、えー、ここにシンプルな <laughs> ロボットを登場しましたんで、えー、これ期待していきたいなと思いますで、えー、こっから先が大事なんですよねでこのロボはできましたですけどこっから先なんですよ 今日はちゃんとね、えー、特急チェンジャー持ってきておりますので、音の出るおもちゃでございますので、楽しみにしてください。で、ここから先、じゃあどうするのかと。ね、えー、一回ちょっと一泊しまして、えー、このあと、ね、準備して終わったらまた番組帰ってきますので、少々お待ちください。I'll be back after this.Thank you.